中央計算式に似てますよね。そうそう。そうです。関節方の。そうです。関節方。要するに関節方ですよ。この乗っけ乗っけ方が。そうです。まさにそうです。だから僕実はこれキャッシュの関節方です。ああ本当だ。実は。最後にね、営業活動でキャッシュフローダウンステージみたいな加減をして、そうなんです、だ一緒なんですよ実は。だからこれ一級生なんでキャッシュフローを数えることが書いてあるんです、ふと思いました。そうです。でピールドも同じなんだよ、はい、意味合い的には。そういうことです。あ、それで書いてあるんですね、この関節法って。あと関節法によるキャッシュフローの検査と同じと。あ、本当だ、書いてあった。そうなんですよ。そういうことなんですよ。あ、今ふと思ったんですけど。そうそうそう、まさにふと思ったところがここなんですよ。あ、本当だ。そうです。書いてあるね、先生が。そういうことなんですよ。うん。だから僕が説明する前ですね、堀口さんが今ご自分で気づいたと。はあ、これが要するに、昨日じゃなくて独学ですから。ふと疑問に思って、あれっつって。昨日じゃないかなと思いました。昨日の疑問は部門別じゃないですか。はい、あれっつって。教授配布、あれ変動費だけじゃなくて、あれ固定費配慮って昨日思ったじゃないですか。あれと同じ発想でこれが今思いついたんですよ。ああ、ね、うん、そう、これが要するに独学力っていうことで、はい、ね、講義法なんですよ。ああ、自分で自分で通って、あれこれこう、そうか、いろんな論点がこうつながりがあるんですよね、うん、そういうことなんですよ。なんかバラバラで全然別なことやってるようで、はい、つながってます。つながってます。そうで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 す。それが点と点になってるのがつながってくるっていうことなんですよ。はい、そうなってくるともう締めたもんで、もうどんなパターンで出てきてもひょっとしたらこうかなとか、あれこれ関節法と一緒じゃないかと、はい、気づいて、じゃあ関節法と似たように解けばいいんじゃないかなとか、はい、気づくんですよ。あ、やってる最中に、はい、じゃあ仮説を立てて、じゃあ関節法で作ってみっかっつって、はい、やってるうちにその自分の既存の知識を新しい問題に出てきた時に対応させて、やってるうちに溶けちゃったりするんですよ実は。ああ、これもそうですね。あれ確かに今までキャッシュアウトお金が出てったっていうのしか書いてないけど、ビッと座ってるのあれこれえって今回ってこれお金もう過去だよねと、でもこれ今作るピールだから、ピールって別に支出以外にも書くよねと。あ、そっかそっか、減価償却って確かにやったねと今まで。そうですね。でこれは普通にあるんですよ、知識として、はい、だからこれタクシーに出るっていう感じでみんな勉強してるんで普通に思いつくんですけど、はい、あれ、あ、そっか、金が出ていかないけど売上が上げるとおかしいよと、はいはい、気づき始めてやると、これが糸口が見つかるっていう思考プロセスなんですね。今思いました。今仕事やってんじゃないかなと。そういうことなんですよ、うん、だから昨日やったですね。で今日2日目ですけど、はい、2日目でもう気づき始めましたこれ、ね、ああ、そうですね。え、こういうことなんですよ、うんうん、あ、書いてあった。そうなんですよ。後で言おうと思った。後で俺言おうと思ったんですけど、今回やってることないんじゃないかなと思って。キャッシュを計算して作ってるみたいな。まさにおっしゃってるね。だから俺が言おうと思ったら先取りしてね。あ、いえいえ。ね、素晴らしいです。でもね、こういうのやっぱ気づき始めるっていうのは今までの勉強のこうちょこちょこなのと、はい、点のですね、点の勉強があって初めてね、はい、マフィに会ってうちにいらっしゃって僕がこう今つなげるんですね、昨日と今日は、はい、いろんなことつなげ始めてるんですよ。あ、結局同じことやってんじゃんっていうのを、はい、そしてシナプスっていうんですけど、僕もそれがつながり始めるっていう瞬間なんですよ。これ自分で気づいたら気持ちいいですもんね。ああ、気持ちいいですね、これ。あ、これ書いてあった。ね、本に書いてあるじゃねえかってね。はい、ね、自分で考えて気づいたことが書いてあるという。はい、これタイプ。どっかで見たことあるなって、この解き方って。はいはいはい、ええー。なんだって、あ、キャッシュフロー計算してやったなみたいな。そういうことなんですね。まさにおっしゃるとおりね。いや、これは僕も嬉しいですね。あ、いえ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 。ね、うん、ええー。でもご本人が多分一番嬉しいんじゃないですか。ああ、そうですよね。これから言おうとしたことを。そう。今年、ね、が言おうとしたことね。自分で気づいちゃったみたいな。まさに講師出すの独学ですからね。俺の勘違いかなって言い出すの恥ずかしかった。でも似てるなーって。そう。もう全然おっしゃってください。ね、うん、こういうことですよ。ね、なるほどね。あ、もうむちゃ近づいてきましたね。たった1日でこうね、もう数個体がね、発
設したやつがね、昨日おしゃべったのは5割ぐらいね、もう合ってるようになっとったら、はい、独学力がありますよって昨日ね、しゃべったんですけど、はい、5割どころも当たっちゃいましたね、はい、こういうことですよ、ね、はい、じゃあ続きいきましょうか、ね、はい、で次ですね、今度は